どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイル、最大還元率 2.1% を叩き出すね、 JQ エポスクレジットカードをね、今回紹介していきたいと思います。でこの 2.1% っていうのはですね、最大還元率でありますので、ちょっとねこれから紹介していくんですけども、このね 2.1% に、叩き出すことは可能なんですけども、決済はね全部 2.1% までいくっていうのはねちょっと厳しいかなと思いますんで、それを踏まえた上でね、この動画見ていただけたらなと思います。今現時点ですね、マイラの人の中でね、人気なこちら ANA ワイドゴールドカード、こちら私ビザカードですけども、こちらね最大還元率が、今現時点で 1.648% ということで、かなりねあの年会費、これ1万円ちょっとぐらいするんですけども、それでもね、還元率が高いっていうクレジットカードなんですけども、これがね2021年、来年の2月以降かな、この 1.648% っていうのは崩れるんですよね。実質ボーナスステージっていうものが廃止されて、この 1.648 っていうね還元率は、誇れなくなってしまうんですよね。ですので、今後ね、もしかしたらこの ANA ワイドゴールドカードの方でね、何かね他の特典がつくかもしれないですけども、今現時点では何か変わるものができるみたいな話は何にもないんですよね。ですのでこのクレジットカードはですね、最大還元率が最大で 35% になってしまうんですよね。ですので私自身ね、ちょっとこの ANA のね、私スーパーフライヤーズ持ってますんで、今は、ゴールドカードなんですけども、一般カードにね落としたりっていうのをね今検討中なんですよね。家族カードのね年会費とか入れるとちょっとどうなもんなのかなっていうのはね今調べてる最中っていう感じなんですよね。で、まずね JQ エポスクレジットカードの、基本スペックをね、まずね、紹介していきたいと思うんですけども、まず、年会費が、初年度無料、2年目以降は年1回の利用で、年会費無料っていう風になります。で年間で1回も利用しないと、1250円、税抜きでかかってきますんで、その点は注意していただければなと思います。普通のエポスカードっていうのは年会費永年無料なんですよね。使わなくても無料なんですよね。ですけどもこの JQ エポスクレジットカードは使わないと無料にならないんですよね。1回だけなんで、Amazon ギフト券15円分買ってもね、これ無料になりますんで、そういう利用でいいんじゃないかなと思うんですけども、そういう感じで利用していただければ OK って感じですね。で、貯まるポイントが JR キューポ。こちら九州、JR 九州のね、ポイントっていう感じなんですけども、JR キューポっていうポイントが貯まります。で、基本還元率が 0.5% っていう感じで、こちらね、キャッシュって、私の、booking.com のね、動画で紹介しているプリペイドカードなんですけども、そちらを通すことが可能です。ですので、そちらを利用すればね、1.5% っていう基本還元率を誇ることができます。で、詳しいことはね、booking.com のね、動画で、紹介させていただきますんで、そちら見ていただけてればなと思いますし、この booking.com クレジットカードもですね、年会費無料にもかかわらずね、私的にはね、結構メリットしかないクレジットカードだと思ってますんで、もしね、まだ発行されてない方は検討していただければなと思います。で、こちらね、JQ エポスクレジットカードをずっと使ってると、エポスカード同様にね、ゴールドカードのインビテーションっていうものが来るんですよね。だいたい1年間に50万円以上使うとね、このインビテーションで招待状が来るんですけど、諸説あるっていうことなんで、一応ね、参考程度にしていただければなと思うんですけども、このね、ゴールドカードにすると、この 2.1% がね、最大還元率を叩き出すことができますんで、JQ エポスクレジットカードだけだとですね、還元率 2.1% までいきませんので、その点も注意してくださいね。で、この JQ エポスクレジットカードなんですけども、海外旅行保険がね、もともとエポスカードってすごい充実してるんですよね。持っているだけで自動でね、海外旅行保険が付帯してあってですね、これ保証も結構すごくてですね、旅行中にビデオカメラとかカメラとか落としてね、
壊してしまったって、まあ自分のものね、ありますよね。そういう時にこのエポスカード持ってると保証してくれたりするんですよね。まあこういう特典がありますんで、まずね、このエポスカードも JQ エポスもね、まあどっちでもいいので、まあ個人的にはね、1枚ね、持っていただいていいんじゃないかなっていう感じなんですね。で、今までね、エポスカードをずっと進めてたんですよね。私のこのチャンネルでは。まあっていうのも、まあ年会費も永年無料ですし、まあポイントサイトにも案件があるんで、まあ大体結構ポイントが取れるなっていう感じだったんですけども、今ね、これ JQ エポスカードもポイントアップしたんですよね。しかもこれはね、エポスカード抜いて8500円分のポイントがもらえるんですよね。しかも、まあ、これがね、ポイントサイドから8500円分がもらえて、なおかつ、JQ エポスカード側からですね、7000ポイントがもらえますんで、まあ、合計15500円分のね、ポイントがもらえるっていうね、感じなんですよね。ですので、まあ、今回動画にさせていただいたっていう感じなんですよね。で、次にね、ANA マイルを貯める交換ルートをね、見ていきたいなと思うんですけども、まず、この JQ エポスクレジットカードは、まあ、貯まるポイントが JR キューポっていうポイントって言いましたね。そこから永久不滅ポイントに交換します。で、この永久不滅ポイントに交換するにはですね、JQ セゾンカードっていうのがね、必要なんですよね。まあ私の動画のチャンネルでまあ何回かね、ポイント交換のね、ルートとか紹介してる時に結構紹介させていただいたんですけども、まあこちらのクレジットカードが必要です。さらに ANA みずほマイレージクラブクレジットカード。こちらは、みずほ銀行のね、口座がないと利用できないルートなんですけども、まあこちらを通すことによって、JR キューポから ANA マイルの交換率が 70% っていう風になるんですよね。ですんで、まあ必要なクレジットカードは JQ セゾンカードと ANA みずほマイレージクラブクレジットカードが必要っていう感じ。で、さらに、ま、今回紹介したよね、JQ エポスクレジットカードがね、まあ、必要っていう感じなんですよね。だから3枚クレジットカードがね、必要なルートとなります。次にね、還元率を 3% に上げる方法っていうのを紹介していくんですけども、この 3% に上げることによって、ANA マイルね、最大 2.1% の還元率を誇れるっていう感じになるんですよね。で、まずね、年間50万円ぐらいの利用して、ゴールドカードのインビテーションを狙う。まあ、これね、JQ エポスだと、このポイントっていうのはね、まあ、これから紹介していくんですけども、ポイント特典っていうのはもらえないので、JQ エポスクレジットカードを利用して、ゴールドカードのね、招待状を得る必要があります。で、二つ目にですね、ゴールドカードになるとですね、先ほど言った通り、ポイントアップのね、特典とか受けれますし、カードラウンジ、まあゴールドカードなんで、空港のね、ゴールドカードのね、クレジットカードラウンジというのをね、利用することができます。で、次にゴールドカードになるとですね、年間の利用額に応じて、ボーナスポイントがもらえるようになります。まあ、これ還元率にして 1% プラスっていう感じになるんですけども、50万円を利用すると5000円分のポイント、100万円利用すると1万円分の、ポイントがもらえるっていう風になります。で、これね、注意していただきたいのは、これ50万円で5000円分のポイント、100万円で1万円分のポイントがもらえるっていうね、制度なんですけども、これね、100万円以上利用した時に、これ以上のボーナスポイントってないんですよね。ですので、100万円分使うと1万円分のポイントが、まあ、上限っていう感じなんですよね。次にですね、選べるポイントショップで、プラス 1% 還元っていう特典があります。これは、自分が選んだね、ショップで、ポイントが3倍になる、まあ、還元率にすると 1.5% になるっていうものなんですよね。これもゴールドカードの特典です。で、この中にはですね、コンビニとかスーパーとかね、電気、ガスとかね、結構生活に、絶対利用するようなね、会社も結構含まれていて、これね、私のおすすめポイントとしては、モバイルスイカのチャージにも、これ利用できるんですよね。ポイント3倍になるんですよね。まあ、もともとモバイルスイカのチャージって結構ポイント対象外のクレジットカード多いんですけども、まあ、この JQ エポスカードはですね、モバイルスイカのね、チャージにも、ポイントがもらえるっていう風になっております。ですので、まあ、普段ね、利用しているところを設定するのがおすすめっていう感じになります。次にですね、リボ払い設定で 0.5% プラスっていうものですね。まあ、こちら、
三井住友カードのね、ありますよね、マイペースリボっていう利用額のポイントプラス、ボーナスポイントがもらえるっていう、まあ、ポイントが2倍になる制度があるんですけども、まあ、それと一緒なんですけども、三井住友カードと違って初回から手数料がかかってしまいますので、この手数料を無料にするにはですね、もう毎回繰り上げ返済が、まあ、必要っていう感じなんですよね。まあ、三井住友カードのね、マイペースリボンの制度と同じくですね、手数料がね、かからずしてポイントが倍にできるっていう制度があります。これをね、今言った3つの、特典をね、利用すると、全部で 3% っていうふうになります。で、これがね、選べるショップ3つの利用で、なおかつ、年間100万円ぴったりの場合ね、ぴったりの場合は ANA マイル還元率 2.1% を誇れるんですよね。ですけど、まあそうも言ってられないじゃないですか。この選べるショップ3つのみしか、まあ基本的にこのポイント3倍は得られないんで、まあそれ以外のね、ところを利用していくってなると、大体の限界が、まあ、2.5% ぐらいがね、最大なんじゃないかなっていうふうに考えられます。まあ、これがね、ANA マイルだ、換算だとですね、大体、1.7% ぐらいのね、還元率を誇る、クレジットカードとなります。まあこれね、1.7% っていうことなんで、ANA ワイドゴールドカードが2021年からね、1.35%、最大で 1.35% ってなりますんで、まあ、そうなるとですね、まあこっちのクレジットカードの方が、還元率はね、狙おうと思えば高くなるわけなんですよね。で、先ほども言った通りね、100万円ぴったりで選べるショップ3つで利用するって、まあ結構難しいじゃないですか。っていうので、まあそれ以外でね、まあ、100万円以上超える決済はね、私の動画のチャンネルでも結構紹介している SPG Amex にするとかね、まあそういう感じで、まあ併用していくっていうのがね、結構おすすめかなっていう感じですね。で、この JQ エポスのね、このゴールドカードの特典を利用するこの還元率なんですけども、何がおすすめポイントかというと、まずね、 JQ エポスゴールドカードっていうのは、先ほど言った通り JQ エポスを使い続けると、インビテーション制で利用するゴールドカードになるわけなんですよね。ですので年会費無料なんですよね。で、これの交換ルートに使う JQ セゾンも無料ですし、 ANA みずほマイレージクラブカードも無料なんですよね。ですので JQ エポスゴールドカードをね、メインで使おうってなったらですね、年会費かかんないんですよね。うん、これがね、とてもおすすめなんですよね。ですので、まあ、この3つを利用することによって、まあ、年会費もかからずして、この還元率が叩き出せるっていうのはやっぱりすごいですよね。こちら、ね、今 1.648% を、誇っておりますけども、まあ、こちらもね、年間1万円ぐらいの年会費がしてるわけじゃないですか。まあ、こちらにすると、まあ、年会費がかからないっていうことになりますからね。で、最後にですね、この JQ エポスゴールドカードが、まあ、招待制、インビテーション制っていう話をね、させていただきましたけども、いやいや、そんな待ってられないって思う方、やっぱりいると思うんですよね。で、一応ね、やろうと思えばできるんですよね。その代わり、年会費はかかってしまうんですよね。まあ、こちら、JQ エポス、クレジットカードは、ゴールドカードに入会するのに、直接入会することはできないんですよね。ですんで、じゃあどうするかというと、普通のエポスカードってありますよね。普通のエポスカード、JQ じゃない、普通のエポスカードですね。あちらは年間5000円のね、年会費を払うと、ゴールドカードにできるんですよね。エポスカードをゴールドカードにしてから、JQ エポスに切り替えることによって、年間5000円の年会費がかかってしまうんですけども、即座にね、発行することができます。で、一つだけね、注意点があるんですけども、エポスゴールドカードから JQ エポスゴールドカードに切り替えるじゃないですか。これがね、ネットでできないんですよ。これどうするかというと、九州にある JQ エポスのね、発行店舗まで足運ばなきゃいけないんですよね。うん。まあ、ここまでやるかっていう話あるんですけども、直接、まあ、すぐにね、発行できるかできないかっていうと、まあ、一応できるっていう感じになるんですよね。今言ったね、普通のエポスカードもポイントサイトで、ね、ポイントインカムで5500円分のね、ポイントが、もらえる案件出ておりますんで、まあもしね、これから発行されたいって方はね、ぜひね、利用してみてはいかがでしょうか。普通のね、エポスカードの方は、
お友達からね紹介を受けるとプラス500ポイントねもらえる制度もありますんで、まあ、紹介コードね、まあ、周りの方にねエポスカード持ってる人多分結構多いと思いますんで、ちょっと探していただいてね、まあ、その方の、紹介コードを聞いて、まあ、利用すると、500円分のポイントがねさらにもらえますんで、エポス側からのポイントと合わせて合計2500円分のねポイントがもらえるようになりますんで、まあ、そちらもね取りこぼさないようにしていただければなと思います。今回の動画はねちょっと長くなってしまいましたけども、こんな感じでね終わりたいと思います。この動画ね役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。ちょっとね私も今エポスカードの、ゴールドカード使用ね、まあ、しておりますんで、まあ晴れてねゴールドカードを発行できた際にはですねちょっと九州まで行って JQ エポスねゴールドカードに切り替えねやっていきたいと思います。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。